本当に帰ってこないでくださいよってやばいよ。さーて、クニスレイヤースレイヤー、ごめん、クニスレイヤー言っちゃった。クニ対スレイヤーで、はい。どうした？さあ、クニバイケン対するは EX ホーク、カーバーで当ててダウンを取って端に持っていく、ゲージ吐いてダーストヒット、これはバー対抗になっているのか。おい、くらいダメージしっかり、ヨシジンから SDSD。 さあ EX ホーク、さっきの勢いはどうしたんだ、なんとか起こしてくれ。下段ヒット、何も起きないまま一本選手はクニバイケン。開幕畳がカウンター、またも一気に髪足バーストアオ、ジャイアンツは勝っている。コンボ強いよね、あれ前系だ、暴れ。さあ、またも髪足グー投げ、畳 SD。 さあ、瞬殺、しかし EX ホーク、いい仕事してましたね。さあ、一瞬にして POU に行きました、あいつ。帰ってきた。さあ、こう赤チーム2人目はノッチリジDZ バイケン。さあ、赤チームもね、次誰出るか決めとこうね。バイケンだったら俺出てもいいよ。さあ、開幕からバーストを吐いて画面足、池田ガード距離を取って投げ総裁。さあ、逃げたいところ、しゃがけ投げている、ジャンプで逃げていく。いかにバイケンといっても DC の足は怖いが、ジャンエースを引っ掛け、一本選手クニバイケン。畳に化けたのかな、今どうなんだろう。前ハイ回り込み、ジャンハイが相打ち。さあ、バイケンまたも画面足持ってく、しゃがけ暴れ、カーバリーの持続が当たってる感じになってる。さあ、ゲージ吐いて画面足持ってって強気に固めていく。これジャンプにエースヒットだが、ブーメランで帰ってきた。ジャンピーから投げ、クニバイケン勝利。さあ、バイケン止めたいところでありますが、誰も出ないなら俺が出るよ。いい？え、いいでしょ別に。うん、だってみんなバイケン嫌でしょ。俺も嫌だよ。うん、いきますよ。バケンやるもんじゃない。あ、アンジはそうだ。どうした？やりたい人だ。クリーさんを倒したい人いるならいいよ。負けてもいいからクリーさん倒したいですみたいなやついる。クリーさんを倒したいアンジがいれば、アンジこっち一人しかいねえんだけど。そろそろクリーさんを倒したいアンジの方が。誰も出ないですか？出たくない？はい、じゃあ行く。はい。こちら赤組の、まあ、ほぼ大将のサテジョニーですね。もらった、舐めてんじゃないよ。
どうしたかしけ足払い中央から回り込みは前捨てだったが立ち合いが早いスラブダッシュで伸ばしてジャンピー空対空飛んだの捕まえて PD 大きい攻めどうする畳からの立ち番当たっている逃げからミスキャンレベル3ジョダンからのワンコイン KPD 沿線側かすりにはしないサクラは棒立ちバストがスカッタがサクラは棒立ちてかアムチ当たんねえんだねキラから KKSD 沿線が残りトット立ち回りの勝負ゲージもほぼどっこいどっこいしかし体力リードはスタート鷹山立っているおオーレン鷹山めくりが飛んでちょっとお互い困ってるが冗談一戦ハッピーエンドの一本戦サトゥジョニー投げていく PPPP 円滑切りかけてバーク世界比裏回って D 直がキラーからコンボいけず容姿ガード足払い引っ掛けてキラー引っ掛けてワンコン繋いで勝っていくあ、はい、誰だこのキャラジャッキャラって言ったやつだよって思ったもうこれサトゥさんジャッキャラだからっていう免罪符はもうなしの方向でお願いしますさてここで国さんがやられてしまった残り白チームは1,2,3,4,5,6,7,8,9 人ですね今のうち次枠取っちゃいますかじゃ あの今のうちに次枠取っちゃうんでちょっと待っててください次枠取っちゃうんですいませんあじゃあ始めちゃうどっちもいやもう次枠取っちゃうって言ったから取っちゃいましょう大佐ちょっと待っててください大佐待機でさてアダムさんに枠を取っていただいているのでちょっと現状を確認しましょうか 1P 側赤チーム残っているのがただいま出ていますサトゥージョニーギルキチまあ僕、アインさんアインカイ150、トゥーリオウッディエンアマクサ津川AGF チャップラークハモえ何人残ってんだ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 DX ホークさんも死んでますよ13ちょ待ってこっち消えてないさっきディズニーの方出てきましたかもつさんか2人かさえもう3人目この人この人3人目なの早いな早いな1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 あれ大佐もやってるあ、はい枠並んじゃってんでじゃあもうどっちか一撃でぶち殺してくださいどっちも遅いかなあでも早いフォーマー本気にすいませんファウスト遅いっすジョーカーを引いちまったのファウスト遅いからなシャコ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 ドーンボボンボーンシャーッあー確かに一番遅いのって誰ですか一撃まあいいや動画撮ってるはずなんで実況は続けていきましょう、出てくるのは大佐ロボ投げてワンコンボからかすらないためてスライディング通すアクセル避けていたがしゃがすヒットここに当たらない立ち合いから走っていくが止められて
霧は飛び逃げ、画面中央に戻って、うん、コンヒート、もう一回霧、霧は関係なかったや、線画は当たらない、走ってきた大佐は強気の選択通したが2回目は通らなかった。バスをスライディング、射撃戦遅かった、溜めてダスト、エース、うん、さあどうする、とりあえず電力を溜めたい、ミサイル突っ込んできた、まだダスト使わない、ダスパン、飛車が当たらなかった、しっかり差し込んで一本選手は査定所に、名前普通だった、コインヒット画面端は手がしっかり抜けて前パンで切り替える、はいはい強いぞ、スライディングタッチハイ、青青から飛車がハイダメージ取る、さあ画面端逃げ方うまいですね、ちゃんと逃げてタッチ系、さあちょっと実況に対してのリアクションを取りすぎてしまったか、ワイパー当たらないミス、飛び逃げタッチハイが当たらない、チビサスタジングソイング、青からダウバってスタジングコバファジーでしのぐがタッチパンシャイス、タッチパンタッチパンダスト、KK 逃げて、さあ11、さあやはり大佐何か持っている、最初ラウンドジョジョブレーン前パートナーコインヒット、前ハイから確認してジャックつないでかすって霧がつく、スライディング、まあ、知っていたダスト、ファースト対応にはならなかった、ジャンエン先生がからバースト通す、ジャンハイ熱が上がってしまって早く次回コパン助け、タッチパン、さあ削れてしまう、ゲージがない、ロボ界はただのプラモデル、さあここでサトゥージョニーが2立て、メイが弱点を教えてくれました、それ以上は勘弁して、さてこれ今呼び出し中なのかな、さあでも残ってんのはえげつない人結構残ってんの、さあ次は誰が出てくるんでしょうか、センスが、おっと、ここで出てきましたのは悪魔召喚師のテレサさんですね、さあボウ君を呼び出してみんなのモチベーションを上げてくれました、今回の4月の大会は悪役で登場のテレサさんです、遠線がジョナ当たらないがしっかりクー投げ継続、 FB100 歩から走っていく、どんどん、はあ、壁に張り付いていく、体力はほぼ五分だがちょっとテレサ側が押しているよう、青キャン使って画面端当たらない、じゃあはい金パス使ってしっかりコンボつないでいく、2本目もう1回おかわり通って、さあこのまま流れるように、これも前はい2段目しっかり当たる、暗いおかしい、助けエビ100歩走ってコインを抜ける、前はいコインだったがカウンターヒット、さあこれはどんどん死んでしまった、ここでサートジョニーが落ちる。